エリアス・デュラン・エリアス・デュランは、フランス生まれで、アメリカ合衆国で働いた、薬剤師、植物学者である、マイエンヌに生まれた。マイエンヌで、科学、薬学を学んだ後、パリで薬学を学び、1813年に、卒業するとナポレオン軍の医療部隊に加わった。ライプツヒの戦いなどに参加し、1814年に、退役し、なんとで薬剤師になり、 二年間、植物学の研究に集中した。ナポレオンの没落によりナポレオン派と思われていた。デュランはアメリカに渡ることにし1816年にニューヨークに向かった。しばらく、ボストン、フィラデルフィア、ボルチモアに滞在した後、最終的にフィラデルフィアに住むことにし、薬局を開き、当時の有名な医師たちの多くに薬を提供するようになった。1825年に、 フィラデルフィア自然科学アカデミーに加わり、1832年にはパリの薬学会の会員に選ばれた。1835年にはミネラルウォーターの瓶詰めをアメリカで最初に売り出した。1854年のアメリカンフィロソフィカルソサイエティの会員に選ばれた。植物学の研究に熱中し、北アメリカの動植物に精通した。 北アメリカの代表的な植物1万種を含む植物標本を集めた。40年間近くを使ったコレクションは1868年にパリ植物園の博物館に寄付され、現在はアーバリア・ズランジと呼ばれるギャラリーで保管されている。多くの科学雑誌に寄稿し、米国及び欧州における科学学会の会員に選ばれた。ドランは植物の学名で命名者を示す場合に、 エリアスデュランを示すのに使われる。ありがとうございます。